はい、皆さんこんにちは。ヨガジェネレーションのミキゾーでございます。いつもチャンネルにご視聴いただきましてありがとうございます。今日も前回に引き続きこちらのプロの方に登場していただいて、一歩進んだ話をお聞きしたいと思います。一般社団法人リエゾン地域福祉研究所の丸山のり子さんです。こんにちは。前回に引き続き今回もよろしくお願いします。お願いします。はい、もう彼女のことは僕はマルと呼んでますんで、マル先生と今日はお呼びして、進めたいと思いますが、前回の振り返りから言うと、給付金、助成金、補助金みたいな、今コロナになって注目がね集まってるこの3つの言葉の違いって何でしたっけっていうところの基礎的なことと、我々ヨガの世界で事業をされている、フリーのインストラクター含めて、が注目すべきはこの給付金と補助金であるっていうところで、今日はその中でも補助金について、なんとヨガジェネレーションも初の試みで丸先生と一緒に組ませていただいて、補助金の申請セミナーみたいなのも6月と7月にあるんですよね。はい、はい、そちらの今日は講座にも触れつつ、この補助金って一体何なのかっていうところをお聞きしたいんですけど。そうですね、うん、補助金って何？やりたいことがあったら、あなたこのお金使ってあなたのやりたいこと叶えてねっていうのが補助金です。なるほど。今回その多分補助金のなんか補助金を勉強しましょうみたいな無料で聞けるようなセミナーはもしかしたらあるかもしれないと思うんですけど、今回はもちろん有料の普通のセミナーなので、その他との違いが多分大きくあるんですよね。それは一体何なのかっていうところをお聞きしたいんですけど。はい、もうズバリ自分で申請書が書けるっていうところが一番皆さんのギフトになるのかなと思いますね。これお分かりですか皆さん。僕も調べて初めて気づいたんですが、この補助金とかって割と素人って言ったら失礼ですけど、我々一般庶民からすると簡単なものではなくなってきてるんですよね。そうですね、ページ数からするとそんなに枚数ないんですね。ただやっぱり書く内容によって採択されたり採択されなかったりするので、やっぱり書いて出すんであれば採択されたいじゃないですか。そうですね、で採択されやすいような書き方にするポイントとかコツとかがあるので、それをもう1日かけてお伝えしたいな。要はこの講座のポイントは自分で申請ができるようになるというセミナーですね。はい、そうですね、そうですね。本来はプロにお願いするケースがやっぱ多いんですかね。結局自分でやろうと思ったけど、うわこれ無理、俺無理、私無理っていうので、もう代わりに書いてくださいっていうのが結果的に多いと思います。ですよね。でそれも結果安くはないですよね、プロにお願いするの。そうですね、その時に申請書を書いてもらって、採択をされたら中間報告とか承認申請とか変更申請とか最後の報告書までいろんなプロセスがあるんですけど、それにパッケージにしていくらみたいな感じでやってるところが多いと思います。簡単に言ったら多分手付けでいくらで、成功報酬で例えば100万円降りたらそのうちの何パーセントくださいみたいなので2割とかですよね。2割結構長くなる。だから、結果的に降りたとて数十万円単位の支払い額になるっていうところですよね。そうです。なので、100万円降りてそのうちの20万が手数料であったとしても80万は自分の仕事に活かせるわけなので。そうですね、でもそのプロに何十万か払うところを、今回のセミナーは自分で申請書を書ける自力を身につけて、全部自分で下ろした分もらっちゃいましょうっていう。自分でできればもうね問題ないので、自分でできるところを自分でできるような力をつけましょう。素晴らしいです。これがこの講座の味噌というか核というか面白いところなんじゃないかなと思いますが、実際にはどんな内容になるんですか？ちょっと言える話でもいいんですけど、まずは今公からお金が出てくるものが結構多い、いろんな種類でバンバン出てきているので、それの見分け方とか情報の得方をお伝えしていこうと思います。緊急事態宣言延長になったので、これがまたベトナム型
もう出てきているので、多分年度途中にもランダムにどんどん出てくるので、検索の仕方とか、はあはそういうのもやっていきます。あはあ。なるほど。で、情報収集ができたら、実際にもうその申請書を書いていくんですけど、その申請書を書くのにもやっぱり基本があるので、その基本のところ、何をしたいのか、どうなるのか、で、それによって、何がもたらされるのかみたいな、そういうことを抑えておくと、申請書処理書きやすいので、ちょっと、自分のビジネスプランを整えていく。ありがちな、これを、なんていうかな、申請書ダメなパターンのありがちなあるあるって何かあるんですか？ありますね、ありますね。一番、あるのは、私、ヨガ長くやってるんです。私の人生はヨガなんです。ヨガが全てなんです。もうヨガがあれば世の中変えられますぐらいのヨガ愛を語ってる申請書。ヨガ情熱推し。僕は大事にしてるんですけど、その情熱、ダメですか？ いや、情熱は情熱で必要なんですけど、申請書にそれを書くのと、情熱はまた別物で、その情熱を形にしてビジネスにしたらどうなるのかという、そこの道筋を書かないと、やっぱり審査員さんは、ヨガやったことないよっていう人とか、そういうおじさんおばさんだったり、お兄さんお姉さんかもしれないけど、ヨガ全然わかんないって言ってる人が、一件に対して多分5分ぐらいの時間でざーっと書類を見て、ああ、わかったわかった、これならオッケーってパーンと反抗してくれるような内容にする。なるほど、なるほど。うん、これそがこでにきると、テ落クちニックがいるんですね。なるいほるど。んですよ。そうか。さっき、ちらっとまた緊急事態宣言等々で補助金も出てくるでしょうけどってなってましたけど、今のところ出てるものって言ったらいくつかあるんですか？今のところヨガで、使えそうなのが、1、2、3、4、5、5つぐらい。おお、そんなあるんですか？あります、あります。すごい。ただやっぱりちょっと規模が大きくなるので、例えば小規模事業者持続化補助金という名が新しい名前で、小規模補助金って呼んでるんですけど、これはオンラインでインストラクションやりますとかっていうのであれば、すごく身近な金額で、申請で大丈夫だったりもします。それはいくらぐらい降りるようなイメー補助ジ？額が100万。少額だけど100万なんですね。100万までもらえます。結うん。構大きいですね。嬉しいですね。うん。欲しい。なるほど。そうそう。で、スケールの大きいものでいくと1000万単位でもらえるものもあります。うん。それすごいですね。だから自分が何をやりたいか。で、どのくらい売り上げを伸ばしていきたいか、で、どういうメンバーと、どういうやり方でやるのかっていうのの、道筋と規模によって使える補助金が変わってきます。うん。多いな。いかがですか、皆さん。これ、さっきね、ちょっとちらっとこの動画を撮る前にお話してたら、やっぱりこのコロナをきっかけにして、補助金とかって注目を他業界ではたくさん集めてて、ヨガ以外の業界を見渡した時に、もちろん丸先生は業界外の方が多分知識は明るいと思うので、それを専門にやられてるので、ね、見てる時にだいぶヨガの世界は遅れてるっていうふうに丸さんおっしゃってましたよね。はい。申請してないんですよね、皆さん。やっぱり他業界、例えば福祉だったり医療だったりってところはもう当たり前のようにどんどんじゃんじゃん申請して。福祉業界、私はもともと福祉業界の人間なので、補助金申請書類をもらう立場、まとめる立場だったり、審査会を開く立場だったりするので、で、そういう時に、すごくいっぱい、例えば24時間テレビとか、赤い羽共同募金とか、そういうのをやってたんですけど、今は飲食店とか、それから製造業とか、小売店とか、ものすごく動きがあるけど、なぜかヨガ動きがピタッと。そうなんです。はい。皆さん、そうなんです。もらえる、あげるよっていう用意があるのに、我々の業界はまだまだその辺が遅いというか未熟なので、しっかり知識をつけて、
我々の業界ってそのことインターネット IT が苦手とかお金の話がちょっとアレルギーとかっていう業界じゃないですか。まあ、丸さんもご存知のように。だからそれはそれで分かるんだけれども、なんかこうやっぱり自力で知識をつけて自分の夢を自分の力で切り開いていって、まあ国がどうぞって使っていいですよっていうお金は自分の力でこう、審査を通していくっていうようなことができたらなと思って、この丸先生と一緒にセミナーを企画した次第でございますので、こちらに、この下に日程と講座のへのリンクは書いてありますので、もうね、たくさんのヨガの先生が申し込みいただいてますので、多分キャンセル待ちまでになっちゃうんだろうなと思ってますけれども、なんか最後に、丸先生、ご参加される方へのメッセージ等々ありましたら、何か。そうですね。持ってきてもらいたいのは、ヨガの情熱です。なるほどね。講座に持ってきていただいてないのは、今の情熱。あ、僕、得意それ。あとはもうちょっと事務作業が多くなるので、自分の考えてることを文字にしていくっていうのが、まあ一日続くので、少しリラックスをしながら、学んでいただけるといいかなと思います。なるほど。まあ、あらかじめその思いを言葉にするのは、なんとなくイメージつけとくと、より理解が深まるかもしれないですね。そうですね。よくあるのは、やっぱお金にすごく、ね、今、美樹さん言ってくれたように、アレルギーがあって、お金取れない、単価上げれないとか、売上げ上げるなんてはしたないとか、お金の話できないとか、やっぱり気持ちの止めているものっていうのがあるので、セミナー、講座の中で、その気持ちの中で止めているものも少し開いていくような、そういう話もできたらなと思いますので、丸腰で来てください。本当にね、たくさんのキャリアをお持ちの丸先生でございますので、とてもね、優しいし、親身に話を聞いていただけますので、皆さん、乞うご期待というところで、丸先生、当日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お待ちして時ま間す。があったら、午前中だけでも参加して勉強させていただきますので、一つお願いします。よろしくお願いします。それでは皆さん、今日もご視聴いただきありがとうございました。丸先生もありがとうございました。ありがとうございましまたた。お会いしましょう。では。